こんにちは、横浜の英子です。今日はユニクロの普段履いているショーツを2枚と、あとは50代夫婦の夜の営みのことを少し話させていただきます。よかったらご覧ください。いつもはほとんど無地なんですけれども、今回はこちら両方とも小花柄のものを購入してみたんですね。ほとんど無地でネイビーとかブラックとかブルーとか薄いピンクとか履いているんですけれども、こちらがすごく楽で履きやすいので2枚購入してきました。開けていきますね。こういう感じでちょっと持つのが恥ずかしいんですけれども、ウエストまでレースの部分が来ることと、やはり私の場合は特にお腹が冷えやすいので、こちらのユニクロのショーツはお気に入りで履いています。お値段の方も2枚で990円なんですね。なので先ほどもお伝えしたんですけれども、ウエスト部分がこういうふうにレースになっていて可愛らしいのでお気に入りで履いています。締め付け感はないんですけれども、どちらかというと少し伸びてきた時は必ず新しいものを購入するっていうことにしています。また私たち50代夫婦は夜の営みがないので、こういうショーツが楽ですごく寝心地がいいんですね。若い時はひもパンですとかガーターベルトなどもつけたことあったんですけれども、今はユニクロのこういうジャストウエストのショーツが一番便利で快適です。前よりこさんがザラの購入品でティーバッグのショーツをご紹介されていたんですけれども、よりこさんはスタイルがとてもスレンダーで素敵なのでいいなって思いました。今日はユニクロの普段履いているショーツ2枚と50代夫婦の夜の営みをお話しさせていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。英子でした。ありがとうございます。今度のココは前のココと違ってやんちゃで懐かないんですが、いつか何年後かに懐くのかなっていう希望を持って大切に育てています。ありがとうございました。